皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は赤色の水草を真っ赤にする方法決定版について解説をしたいと思います。今回の動画なんですけども、例えば液体肥料を入れているのに赤色の水草が赤くなってくれないという方、あるいはロタラ HRA、ロタラハラを真っ赤にしてみたい方、あるいは赤系の水草を確実に赤くする方法を知りたいといった方、こういった方々にとって今回の動画は非常にお役に立てるのではないかなと思います。過去わさび水草チャンネルでも赤色の水草を真っ赤にする方法といった動画を作ってたんですけども、そちらの動画だけではちょっと説明が不十分なところとかもありましたので、今回は決定版ということで、こちらの動画だけ見ていただければ確実に赤色の水草を真っ赤にできるということで、今回はまとめさせていただきました。で、赤色の水草を真っ赤にするっていうことなんですけども、当店の来店のお客様、ものすごくご質問が多くて、ここ連日だけでも1日に4件5件あったりとかして、もう非常に内容的には皆さんやっぱり困っている分野だということで、今回はすべてギュッともうまとめまして、この5ポイント、これからね5つのポイントをね解説するんですけども、もうこれさえ順番にこうクリアしていただければ確実に真っ赤になるっていうのを今回動画にさせていただきます。ぜひ最後まで見ていただければと思います。まず1つ目、非常に強力な照明器具をつけること。そして2つ目、 CO2 添加を多めに入れること。そして3つ目、弱酸性の軟水に保つこと。そして4つ目、バランスの良い栄養状態を作ること。そして5つ目、照明時間を長くする。この5点になります。で、この5点のポイントなんですけども、1つ目と5つ目が照明のことになってるんですけれども、なんで連続で言わなかったのってね、ちょっと細かい点に気づかれる方は、ちょっとおられたかもしれないんですけども、これ実は、難易度の順番に、上げております。1番から5番にこう行くにつれて、難易度が、対策としての難易度が難しくなるという点で順番に並べました。なのでちょっと意図がある順番だったんですけども、この5点について順番に解説をしていきたいと思います。で、まず1つ目から解説しておきます。照明の強さになんですけども、これは非常に難易度、対策としての難易度は低いです。現状もし、ライトが強いものをお持ちでなければ、強い照明器具に交換していただくだけで大丈夫です。で、照明の強さについてなんですけども、こちらにつきましては水槽サイズによりましても変わりますし、あと水深、深さによっても全然変わってくるので、ちょっと一概に、どれぐらいのライトがあればいいのかっていうのはちょっと難しいんですけども、ワット数の目安で言うと、60センチ水槽、60、30、36の標準型の水槽で言うと、40ワットとか50ワットとかあればいいかなと思います。もちろん波長とかも影響しますので、40ワット以下でも十分な場合もあるんですけども、ここは、今回お話しする5つのポイントを順番にこう潰していただいて、なんとなく引っかかった場合は照明器具をこうね2列にしていただくとか、交換していただいて強いライトをつけるとか、そういった対策にしていただければと思います。この点につきましては簡単だと思います。器具を交換したりとか増設するだけなので、1番は皆さんクリアできるかと思います。で、次に2つ目、 CO2 添加を多めにすること。これにつきましては CO2 は皆さん添加されていると思うんですけども、 CO2 の添加量、これは非常に重要となります。ここが CO2 の量が少ないと光合成の、効率も落ちちゃうので赤系水草が赤くなってくれません。目安で言いますと60センチ水槽、先ほどね標準型60センチ水槽で言うと1秒2滴ぐらい、添加いただければ問題ないかなと思います。根底につきましては添加方法であったりとか添加効率の問題もありますので、あくまでも目安で考えていただければと思います。で、CO2 の添加量につきましては過去の動画で作っておりますので、そちらも下の概要欄にリンク貼っておきますので、詳細を知りたい方はそちらの方を見ていただければと思います。で、これも、対策としては簡単だと思います。CO2 の量を増やすだけなんで、このスピードコントローラーとかでこうね、ネジを調整して増やすだけなので、非常に簡単だと思います。そして次に3つ目、このあたりからちょっと難しいかなという点になってくるんですけども、弱酸性の軟水に保つということです。赤色の水草、水が硬くなる、そして pH が高めの水、こういった水をあまり好みません。他の条件が整ってても弱酸性の軟水になっていなければ、赤色の発色が鈍くなることがあります。で、この点につきましては、硬度とか pH を上げる石、とにかく岩組レイアウトで大量に石を入れている方にとっては、ここの、ポイント、ちょっと引っかかっている点があるかと思います。その場合、ちょっと一旦ね、数値を見ていただきたいので、GH と pH、この2点を、測定いただくといいかなと思います。GH につきましては、とにかく低ければ低いほど赤系水草にとっては、ものすごく発色する環境となります。pH につきましても、やはり7は切っていただきたいところになります。6から 6.5 とかね、そのあたり、7切ってればいいのかなと思います。ここを満たしていれば、赤系水草にとっては非常に良い水質だということが、わかります。
で、もしここで GH と pH が引っかかってしまった方につきましては、例えば水替えの時に一旦軟水化した水で換水をしていただいたりとか、ソイルを一部入れ替えしていただいたりとか、あとまあ硬度を落とすような露材を入れていただいたりとか、まあそんな感じで対策が必要になってくるかと思います。で、石の特性につきましては過去の動画で作っておりますので、石のね、各種類ごとの特徴といった動画作っておりますので、そちらも下の解説欄のところリンクに貼っときますので、よろしければご興味あれば見ていただければと思います。で、次に4つ目、ここから結構難しくはなってくるんですけども、バランスの良い栄養状態の環境を作るということです。ここは本当に栄養と、まあ栄養イコール前肥料のことなんですけども、肥料と水草水素、ここはもう切っても切り離せない関係で、もう永遠のテーマ、我々こう水草水素をキープしているものにとっては永遠のテーマになるかと思います。この栄養バランスとても重要で、結構皆さん、当店のお客様とかでもそうなんですけども、ご質問いただくときに、鉄はもう結構入れてるんですけども、全然こう赤色が赤くなってくれなくてっていう方多いです。これにつきましては、鉄だけではなりません。赤色には。なので、トータルです。液体肥料につきましては過去の動画でも作ってるんで、まあもしよろしければそちらを見ていただけると、詳細はね分かっていただけるかと思うんですけども、非常にこう、単独の液体肥料だけで効果が出るってことはありません。なのでトータルで必要になりますので、例えばですね、カリウム、微量元素、そして鉄、そして、窒素、まあこのあたりが初めてバランスよく揃って赤色系の水草が発色するってことになります。まあその状態でかつ鉄を強化する、添加量を増やすというのであれば効果が出るんですけども、例えば窒素とかね、カリウムがない状態で鉄ばかり入れても変わらないと、栄養バランスをよく保つ、この点につきます。ここの液体肥料につきましては、やはりこの経験と、まあトライアンドエラーというかですね、やっぱり試していただいて、こう失敗することもあるかもしれないんですけども、まあその中でバランスをね、ご自身の水槽でこれとこれとこれをそれぞれどれだけ入れればうまくいくのかっていうのを検証をずっとね積み重ね続けていただければ、掴んでいただけるかと思います。その時にピタッとねハマる量が必ずありますので、そこを、探っていく、まあこれはね非常に難易度高いんですけども、継続的にやっていただくといいのかなと思います。で、最後の5つ目、ここは非常に難易度が高いんですけども、1番から4番までクリアされていて、最後の5番目、ここの難関をくぐり抜ければ必ず赤くなります。まあここ4番までで赤くなる方もおられるので、まあ一概には言えないんですけども、4番まで行ってるにもかかわらず、赤くならないという方はこの5番目必ずクリアしてください。この照明時間、これにつきましては、まあ、わさび水草チャンネルでも照明時間の動画過去に作ってはきたんですけども、だいたい7、8時間くらいで推奨をしております。まあ、それの点につきましては、この動画を見ていただいている方、もうこれからアクアリウムは初めて挑戦される方もおられれば、ものすごく10年とか20年とかね、長い期間やっておられる熟練者の方もおられますので、なかなかどの方を対象にしてお話し、すべきかというのは非常に難しいので、まあ、だいたい7、8時間くらいつけていただければ問題ないですよというので、全レベルの方に、適合するようにお話をしてきました。ところが、まあ、水草の、赤毛の水草をもうとにかく赤く出すということであれば、ちょっと7、8時間では物足りない、時があります。その場合は10時間までアップしていただくといいかなと思います。やはり照明時間というのは、もうとても、重要で、もちろん7、8時間で抑えておくのもいいんですけども、10時間まで伸ばすと一気に赤毛の色が変わります。じゃあこの10時間にするとなった時に、あ、めっちゃ簡単じゃないですかと思われる方おられると思うんですよ。タイマー設定を今7時間のを3時間伸ばすだけ。と思われる方もおられるかと思うんですけども、実はそうじゃなくて、照明時間を長くするということは、苔が発生するリスクも一緒に増やすということになります。なので、例えば7時間とかで今までキープされていた方が急にこう10時間にまで伸ばせって言って、あのタイマーをねこう設定をされた時に、苔が一気に出始めて、ガラス面も緑になって、なんか変な苔やらいろんなものが出てきたと、まあそういうリスク非常にあります。なので10時間に持っていくときは、まず30分ずつ伸ばしていただいたりとか、1時間ずつ、1週間に1時間ずつ伸ばしていくとか、まあそういった感じで苔の出具合を見ながら調整していくっていうのが非常に重要となります。で、例えば10時間にしても全く問題ない水槽っていうのは実はあります。まあ当店のお客様でも非常にこう綺麗に赤系の水草育てている方おられるんですけども、まあそういった方々に共通する点といしては、10時間にしているにもかかわらず苔が全く出ないという方です。まあ、これの点、これはなぜかというと、もう本当にろ過につきます。ろ過状態、
そしてバクテリアの状態、水質、ものすごくパーフェクトな状態、バランスが、全て取れているという状態です。まあ、この点につきましては過去のコケの動画、わさびみつくさんチャンネルのコケ対策のところの動画で、述べておりますので、詳細につきましてはそちらの概要欄からリンク見ていただければと思うんですけども、とにかくバランスを保つということです。で、簡単に言いますとどういうことかというと、水の中というのは魚とか生き物を飼っているので水が汚れていきます。その汚れの量と水草は、栄養としてその汚れを吸収してくれます。なので、この魚が汚す汚れ、エビが出す汚れと、水草が汚れを吸収、要は栄養吸収できる量、ここがイコールになれば全くコケがない環境が作れるということです。なのでこの環境を作り出せれば、照明時間を長くしたところで、まあ、若干コケは多くなる可能性あるんですけども、崩壊するっていう恐れはなくなりますし、実際は、真っ赤になると、水草の赤系の水草は真っ赤になると、まあこういった結果に、結びつきます。まあ、非常にこの5番難易度高いんですけども、まあ、4番まででちょっとなんとも、いかないという方は5番ぜひチャレンジしていただくといいのかなと思います。ぜひこの5点のポイントを皆さん1個ずつね、チェックしていただければ、どれか多分漏れてる点っていうのはあると思うんですよ。まあ、そこを潰していただければ確実に真っ赤になりますので、ぜひ、この暑い夏を真っ赤な水草にして、こう乗り越えていただければと思います。やっぱり赤の水草が真っ赤になると、ものすごくこうね、水系自体が派手になってメリハリが効いて、ものすごく美しい印象を、受けるので、まあ、そのあたりぜひ頑張って真っ赤にしてみてください。で、やっぱり赤系水草というのは、この条件が、まあ、一個一個よく見るとちょっと難しい点もありつつ、しかも同時に満たさないといけないという点が難しいかと思います。まあ、緑色の水草とか、あるいは赤系水草でもそこまで赤くせずに、まあ、ピンク色とか、ちょっとまあまあ、真っ赤ではないけど、合格範囲かなっていうレベルであれば、実はこの5点全部満たす必要ないんです。簡単に育成はできます。緑色の水草もこの5点守っていただかなくても綺麗に育ちます。ただ、ものすごく色を発色させようとすると、この5点を全部守らないといけないと。まあ、この5点目の照明時間につきましては、もう8時間で真っ赤な方もおられるので、ここはまあ、プラスアルファとして考えていただければいいんですけども、まあ、1番から4番まではもうマストということで、ね、同時に満たすのは非常に難しいかなと思います。まあ、こういった点で非常にこう相談案件が今まで多かったのかなと思うんですけども、で、今回はこの5点について、まあ、簡単に解説させていただいたんですけども、まあ、一つ一つの項目につきましては過去の動画で、非常に詳しく掘り下げて解説しておりますので、まあ、そちらも概要欄の方にまとめてリンクを貼っておきます。よろしければご覧ください。で、あと今回のこの5点をクリアするために、便利な、あると便利なグッズも、下の概要欄のところにご紹介しておきますので、そちらも合わせて見ていただければと思います。まあ、GH の試薬とかね、まあ皆さん、ペハーの試薬はお持ちの方多いと思うんですけども、まあ GH の測定の試薬とかお持ちでない方おられると思いますので、そのあたりとか、あと CO2 添加されていない方であったりとか、おられるかもしれないので、そのあたりも CO2 の添加器具、そして液体肥料、そのあたりも、まとめて下に、リンクまとめておきます。まあ、今回の赤系水草の決定版ということで、今回の内容に関してもし何かご不明な点とかご質問ございましたら、下の書き込み欄からご質問いただければと思います。まあ、その際お一人様ずつご返事自体は、できかねますがご了承ください。まあ、今後同様のご質問が増えてきた際には別の動画でまた回答を出させていただきます。で、もし今回の動画お役に立てたってことがございましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。今後も皆様が育成されている水草がもっと綺麗になるようなノウハウであったりとか技術をどんどん公開していきますので、継続的に見ていただければ大変嬉しく思います。また、いいねマークの方も応援がてら押していただければ大変嬉しいです。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。